おはようございます。本日はですね、今からまた夫婦でお出かけするんですけども、この今からする流れは僕がよく教員時代の土曜日日曜日の休みにしていた流れで、道の駅行って野菜買って、でそこからランチ行って、でブラブラするっていう僕の1年ぐらい前までのルーティーンを皆さんにお見せしようかなと思いますので、嫁蔵と一緒に、今からまたまた奈良県の方へ行きたいと思います。奈良県は葛城の道の駅です。では行きます。僕ら夫婦はですね、毎回絶対出かけたらセブンイレブンを見かけてセブンイレブンのコーヒーを買うというのが絶対のルールなので、今日もセブンイレブンに寄ってるわけなんですけども、今日はノースフェイスのパーカーにドーローライトパンツでバンズという感じです。嫁蔵も今日はですね、ノースフェイスのパーカールクアイレ限定のやつ着てるんで、また後でご紹介したいなと思います。じゃあ、コーヒー入れていきます。四つ葉幸せなるわ。ちょっと取っとく。いやいや、やめといたり。だって取ったってどうせゴミになるだけやん。押し花に。何が押し花？ねえねえ、あれつけたまんまじゃない？エンジン。ほんまやな。何やっとんだい。通りでピーピー言ってると思ったわ。うん、さて到着しました。あ、今日あれやね、さっき言ってたやん。え、今日はノースフェイスのパーカーにノースフェイスの帽子で、ノースフェイスのミュゼットバッグ。これノースの靴だから完璧だったんだけどね。ここがですね、僕らがよく来てた道の駅葛城。久々やな、ゴー君の。めっちゃ久しぶり。あ、すごい、どっかからの印刷してきたやつ、なんかすごいね、どっかから写真をそのまま拡大して、すごいな。まあ、ここに来る理由としては野菜が美味しいっていうのがまず一番の理由やな。で、まあ買いに来るっていう感じで、ひどい時とかやったら毎週来てる時もあったよな。あったね。うん、大阪からやったら まだアクセスがいいので結構来る人も多いし、高速も近いんで結構来るみたいですが、それよりもこの外で売ってるご飯屋さんに嫁蔵は好きで。うまいな。あ、いちご買おう。買いに買っていい？いいよ。では、産地直送の野菜を今から見てみたいなと思います。では行ってまいります。ではですね、僕は買い物にそんなに興味がないのですぐ出てきたんですが、ちょっとだけ案内をしたいなと思います。まずですね、この後ろに映ってるここがですね、よくなんか積み木とか置いてたりするので、なんか小さい子が遊ぶ用のスペースになってたりしますが、でこの中が、スーパーというか買い物ですね。買い物して、でここに嫁蔵が、喜んで今入り浸っております。でそのこっから向こうがなんかイートインスペースみたいになってて、なんていうんですかね、フードコートみたいになってるん でそこも結構人が多いんですけど、まあ、そこでパンを買ったりソフトクリームを買ったりするっていうのが、まあ、多分定番の流れなんで、今日もその流れになると思います。でいつもこうやって外に店があって、こんにゃくがあったりとか、みかん、いちご、焼き芋、焼き鳥という感じで並んでおります。で周りはですね、のどかなところで特に何もないんですけど、まあこんな感じですね。まあそうこう言ってる前にですね、もう全部一周回っちゃったんで、これが葛城道の駅のレビューです。以上、現場の拓造からでした。いちごを買うときは真剣に選んでですね、買ってますね。
これは喜んで帰ってきますよ、絶対笑顔で帰ってきますよ、見ててくださいね。お金出さずにもらおうとしちゃったお財布出すの忘れとった。結局どっち買った？きらめき。きらめき、うん、熊本のやつやんな。熊本のきらめきというイチゴを買いました。熊本の皆さんありがとうございます。今からはですね、ランチに行くんですけども、ランチが、そこのお店の人、まあ、僕らよく行くランチなんですけど、あんま動画とかで言わんといてほしい、宣伝せんといてほしいって言われてるので、場所は言えないんですけども、まあ、向かいたいなと思います。奈良県の、ここから車で20分ぐらいのところにあるので行きます。で、ゴー。食べてきました。こんな汁がありました。日本スペシャルティーコーヒー協会。ここはあんまり店内でも話したあかんし、なんか場所もあんまり言わんといてほしいって言われてたんで、一応場所は言わないですが、まあ、知ってる人が見れば大体 あそこかとは分かるとは思うんですけど、一応そんなとこに行ってきました。で、今からは、オートバックスに行きます。オートバックスではですね、僕らは車の方向材をこれにしてるので、新しいのを購入してきました。これをつけてます。これは、ちょっと海外っぽい匂いがするので、まあそれがいいなっていうところで、方向材っていうか匂いのやつを買ったので、次は、嫁蔵がなんか DIY するらしいので、嫁蔵の DIY のためにコーナーへ向かいたいなと思います。ではレッツゴー。到着しました。港南でなんか木を買って、なんか棚を作りたいらしくて、なんか棚を作るようなのでついていきたいと思います。僕はそういうの結構好きなんですけど、嫁蔵もそういうのが好きでですね、こんな感じです。では今から嫁蔵の DIY コーナーです。こちらです。無事出来上がったようです。誰のせい？俺のせい？サイズ違うじゃん。今からですね、近所のショッピングモールに行って100均とかちょっと買い出し行くんですけど、すんごい混んでてですね、止めるのに、今屋上まで来たんですけど、止めるのに60分かかるみたいで、ちょっと時間かかりそうですが、その間にですね、視聴者の方からいただいてたコメントでですね、あれ、そろそろジムはどうなってるんですかって言われたんですけど、ジムどうなってるんですか、嫁蔵さん。探そう、ジムを探そう。4月の半ばやけど、今探してねえな。そうはい、っていう風に探してるので、もう少ししたら多分行き出すと思いますので、じゃあ来てください。はい、もう少ししたら行くと思います。そして嫁蔵さんはみんな心配してもらってたけど、元気になったんか？超絶元気です。あそこ行ってる、行けゴーゴー、まっすぐ目の前だ。やられてるわ。あ、そう、じゃあ折ってん。ほんなら、じゃあその元気になったっていうことで、一応検査結果はまた平凡な1日ぐらいでな、皆さんにお伝えできればなと思うけど、ひとまず今はもう元気やねんな。とっても元気です。ご心配おかけしました、ごめんなさい。はい、ということなんで、今元気みたいなんで、皆さん心配していただいてありがとうございました。では、買い物に行ってまいります。はい、それでは帰宅しました。ですね、今からはですね、ジムの入会手続きを、インターネットからしたいなと思います。で、僕と嫁蔵2人で、これからジムに行きますので、まあ、筋肉系 YouTuber にまあ、これからなると思いますが、また平日の平凡な1日ぐらいで、多分ぼちぼちジムも行き出すと思うので、まあ、楽しみにしててください。では今からはですね、入会手続きをしますので、この辺で動画をお別れしたいなというふうに思います。
では見てもらってありがとうございました。